ちょっと何ですかこれは。イルカですか。ありがとうございます。アドレスになったかあげるだって、ね、いいやめてください。大丈夫ですよ本当に。ありがとう。よいしょ。今日はちゃんとホワイトボードがあるので行きます。これ書けないか。なんだこれ。下手っぴだ。セナタンクオリティってことでお許しください。こんばんは。セナタンクオリティ。髪の毛赤いな。ありがとうわ。ありがとうございます。うん。まあ遠くから見たらうまく見えちゃう。錯覚です、錯覚。
うん、紫入れたの正解だって。カット引き用具今度見せますね今度見せます、ちょっと今度見せます今度止まるか。村さん、私はピンクシャンプーを使おうと思ってるんだけど、村さんの方がいいの？村さんピンク、私メイク道具も今度載せます今度載せますじゃなくて見せますだ、載せない見せます。ちゃんと見せようと思っています。明日届くんじゃない、シャンプーは。どうだろう、シャンプーとトリートメント。そう、前まではなんかそこら辺のお店で買ったピンクシャンプー使ってたんだけど、まあ今日も使ったんだけど、ちゃんとしようと思ってネットで頼みました。染まるかのピンクシャンプーとピンクトリートメントを買って、そう、本当は今日届く予定だったんだけど届かなくて悲しかった。でもまだ紫ね残ってて嬉しい。あ、そう、レッドピンクシャンプーみたいな感じだから、そう、赤とピンク混ぜたような色してて今のピンクシャンプー。まあ、カラーシャンプーはその色を、なんていうの、色落ちが綺麗にするためのもので、カラートリートメントが多分色をちょっと入れるものみたいなって書いてあったから、まあでもそんなに色は入んないはずだけど、でも多少はちょっと赤っぽく前回もなってたので、まあ、前回の髪色もなったので、まあ、そうだろうなと思いつつ、うん、紫に見えるのかな、これ、わかんない。顔についたりはしないの？だってしないですね、カラーシャンプー。もうついても、そう、洗い流したらすぐ落ちるので。赤紫かね、確かに。ピンク紫、ピンクラベンダー、ラベンダーピンクなんだけど、どちらかというとでもピンク多めで紫がちょっとなんですよ。そう、紫強くはしたくないって言ったから、まあ、でも光によっては多分紫に見えたりピンクに見えたりなのかなって思います。下が紫に見えると、そうなんだ。
そう、一人の光の当て、ね、最近私ね、ちょっとごめんね、あの言い間違いとか、なんか言おうとした言葉が混ざっちゃってるとかするの、めっちゃ困ってる光の当たり方で違う色に見えてる、そうするのよ。なんか全そう、この前一番最初にの髪型の時にめっちゃ太陽が当たってる時に写真撮ってもらった時と、太陽が当たってない時に写真撮ってもらった写真だと全然髪色が違く見えて、一番最初の髪色もなんか今と似たような感じだったんですけど、で光に当たりすぎるとめっちゃ 赤髪に見えて、赤く見えて、でも普通に見るとあちょっと紫だかな、あでもピンクみたいになるみたいな感じだったから、その写真あるけどね、載せてはないかも。なんか赤い髪の毛にしたと思われたらちょっとあれかなと思って載せてないけどね、公園でねどんな感じに見えるのかが楽しみだなと思います。髪短くしたいと思ったことはある？ない。なんか短い髪の毛してるメンバーとか可愛いなと思うけど、自分がやりたいとは思わないです。染めてないけど太陽光当たるとアッシュブラウンって言われる。色素が薄いんだ。じゃあでも私もなんか黒髪、染める前は黒髪だったんだけど、もちろんでも光に当たるとなんか焦げちゃうみたいな感じに見えたりとかしてたから、髪色って結構変わるよね。ねえ、公演楽しみですよ。公演楽しみ。前回僕隊結構前だね、出たのいつだろうと。2週間前やば。紫多めの黒入れてもらったら色落ち早くて、今めっちゃしゃら、色落ち早かったんだ。シャンプーは？カラーシャンプー？ねえ、ムロシャンやってたんだ。そうなんだ、色落ちやすいとかあるんだ、色によって。お、15分経った。じゃあランキング見ます。ね、握手会は難しいよね。でも絶対握手会でもね、直接お話し会とかしたいよね。13位ゴルゴさん、12位エムリンゴ、11位翔ちゃん、10位ガキッチョさん、9位モンさん、8位カーナナソルティさん、7位豚バラパラダイスさん、6位チワメガさん、5位イワクさん、4位タシさん、3位ウちゃん、2位シンさん、1位ノートさんです。ありがとうございます。ギフト読みます。マシュルームチさん、アイスデタニーナ、ナイチさん、ナオトさん、オノピーさん、チバメガさん、ワクさん、アイスデタニーナ、ナイチさん、タシさん、ダライヤさん、オノピーさん、カズヤさん、シンさん、
うちゃん、しょうちゃん、ドラゴンジェットタヨのアットさんです。ありがとうございます。では今日も一日お疲れ様でした。また明日お会いしましょう。バイバーイ。